FC バルセロナフェメニは、スペインカタルーニャ州バルセロナ県バルセロナに、本拠地を置く女子サッカーチーム。FC バルセロナの女子サッカー部門であり、1988年に、設立された。2019から20シーズンはプリメーラディビシオン、フェメニーナに属している。2019年に完成したエスタディオハンクライフを、ホームスタジアムとしている。 1993から94シーズンに国内カップ戦で優勝し、初のタイトルを獲得した。2010から11シーズンに17年ぶりにコパデラ、レーナのタイトルを獲得した。2011から12シーズンにはプリメーラディビションで初優勝。2012から13、2013から14シーズンには国内リーグとカップ戦の2冠、2014から15、 シーズンにはリーグ戦4連覇を達成した。2018から19シーズンには UEFA 女子チャンピオンズリーグで初の決勝進出を果たした。決勝トーナメントではバイクカザイグルト、グラスゴーシティ、LSK クビナー FK、バイエルミューンヘンを破り、決勝へと勝ち進んだが、ハンガリーのグルーパーマアレーナで行われた決勝では、 三連覇中のオリンピックリオンに1の4で敗れ、準優勝となった。2020から21シーズンは、リーグ戦全勝で優勝を決めると、UEFA 女子、チャンピオンズリーグでは、PSV、ホルトゥーナ・ジョーリング、マンチェスター・シティ・ WFC、パリサンジェルマンを撃破して、2シーズンぶりに、決勝へと勝ち進んだ。スウェーデンのガムラウッデビで行われたチェルシーとの、決勝では、 試合開始早々の1分に、相手のオンゴールで先制すると、13分、21分、36分と、立て続けに追加点を奪い、前半だけで4点のリードする展開となった。バルセロナはそのまま4レで勝利し、史上8クラブ目、スペイン勢では、初となるワシエル優勝を飾った。また、男女で、欧州 CL を制覇した初めてのチームとなった。 その2週間後に行われたコパデラ・レーナ決勝では、レバンテ UD を4から2で破り、国内リーグ・欧州カップを合わせてトレブルを達成した。ありがとうございます。